こんにちは、ケンチです。今回の動画ではこちらのバーナーパッドですね、シングルバーナーとかで使うバーナーパッドが必要なのかどうかとか、まあ、具体的にどんな効果があるのかっていうことをレビューしていきたいと思います。で、まずそもそもバーナーパッドって何かっていうと、このシングルバーナーの特徴として火が出る部分がここですね、ここがあると思うんですけども、その形状のほとんどが結構こういうふうに小さいと思うんですよ。で、大きいものとかも中にはあるんですけども、基本的にこういうふうにちっちゃかったりとか、で、あとは OD 缶の上に乗せるやつとかだと、結構やっぱり火が出るとこが小さいっていう特徴があると思うんですよね。まあ、その分コンパクトになって持ち運びがしやすいとか、軽量化に優れているとかっていうところがあると思うんですけども、これが点で炎が出てくることによって焦げやすいっていう特徴があると思うんですよ。熱伝導率がいいアルミのクッカーで調理を弱火でじっくりやるとかだったりとか、あとはお湯を沸かすとかラーメンを食べるとかであれば、特にこう点だろうが麺だろうがそんなに大差はないと思うんですけども、炒め物をするとかっていう風になると、火が当たる部分っていうところが熱伝導率がいいって言ってもやっぱ一番熱くなるところだと思うんですよね。ご飯を炊くとかであれば中に水が入ってたりするからそんなに心配はいらないと思うんですけども、炒め物をするっていう風になると、やっぱそこの中に具材が入ってる部分とない部分とか、焼きムラができたりとか、そこの一番火が当たってる部分、ちょっと動かすのを遅れただけで焦げついてしまうとかっていうことも結構考えられると思うんですよね。で、シングルバーナーの中にもこんな感じの、これは外の301っていうシングルバーナーの分離式のタイプなんですけども、こっちだったら、この火が出る面がものすごく広いんですよ。で、こっちと比べればもう一目瞭然ですよね。で、こういった形状のものであれば、この全体に火が行きやすくなるから焦げづらくなるとか、まあ、そういう火力調整とか、その焼きムラとかっていうことをコントロールしやすいので、すごく調理に向いているんですけれども、こっちの点で出てくるシングルバーナーっていうのは結構焦げたりして悩んでしまうっていう方が多いと思うんですよ。で、そんな時に使えるのがこちらのバーナーパッドですね。こんな感じで五徳の上に乗せて、こんな感じですね、使用することができるものなんですけども、これはこの点で来た熱をここで網になってるんですけども、この網が受けてそれが遠赤外線とかに熱に変換するっていうものなんですよね。で、これによって点でバーって下から温めてたとしても、このクッカーを乗せた時にこの全体が同じような温度になることによって、こういうクッカーを乗せて調理する時もこの底がほぼほぼ同じ温度とかで料理ができるようになるので、料理がしやすくなるっていう特徴があります。で、あとこのシングルバーナーとかだと、もう結構ボーって高火力を出すことっていうのは、まあ、どのバーナーとかも結構できると思うんですけども、すごく弱い弱火ですよね、まあ、とろ火とかっていうので、まあ、例えばカレーをグツグツ煮込むとかっていう風になった時に一番小さい火で出せないこともないと思うんですけれども、やっぱ外で調理をしてると風の影響を受けやすいから、弱ければ弱くなるほど消えてしまう可能性が高くなると思うんですよ。ですので、そういう弱火、すごいとろ火とかで調理をするっていうことが結構難しかったりするんですけども、これだったら、まあ、普通の弱火ぐらいで出しておいて、で、これを乗せて、で、それで調理をしていけば、弱火とかで調理をしててもこれがとろ火に変換してくれて、グツグツとその煮込み料理とか、まあ、カレーとかを作れるようになるっていう装置でもあるわけですね、これは。で、あとはその焼きムラができるっていうことは、一番熱くなってる部分と、まあ、そうでない部分とかが出てくると、クッカーの安いものとかだと変形してしまうとかもあると思うんですけども、こういうものを使うことによってそれが防ぎやすくなるとかっていう効果も期待できると思います。で、あとは単純に、まあ、こんな感じでどのバーナーも五徳があると思うんですけれども、こっちの ST310 だったらこの五徳が結構中まで入ってきてるので、こういう底が小さめのシェラカップとかでも問題なく温めることができると思うんですけど、こっちの岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーとかだと4つ五徳があって安定性が高いんですけども、その分ちっちゃいのとか置くってなると結構バランスを取るのとかが難しかったりしますので、まあそういった時にこういったバーナーパッドを置くことによって、ちっちゃいクッカーとかでも安定して置けるようになるっていうようなメリットもありますね。で、あとはこれがメッシュになっているものになるので、こんな感じで滑り止めとかですね、こっちに乗っけたとしてもこれがちょうどザラザラしていて、この網に噛んで、でそれで
調理もより安定してしやすくなるとかっていうメリットがあるのがこちらのバーナーパッドになっております。あとこういうバーナーパッドとかを使うことによってこういうクッカーとかじゃなくても直接缶詰とかを温めることもしやすくなると思いますし、であとはこういったメスティンとかですね、まあ、直接乗っけて調理するっていうことも慣れてくれば問題なくできるんですけども、こういったものがあれば自動的に弱火にしてくれるっていう装置になるので、こんな感じで乗っけておけば、あとはだいたいいつも時間を測っておけば同じ条件で調理がしやすくなるっていうメリットもあると思います。で、実際にこのバーナーパッドを使うとどんな風になるのかっていうことを見ていきたいと思います。火をつけてそれで少しするとだんだんこの真ん中が一番火が当たっている面が赤くなってきますね。で、このユニフレームのこのバーナーパッドなんですけども、こちらの注意点として最大火力で使用しないでくださいっていうふうに書いてあります。っていうのは、まあ、最大火力で利用したとしてもそもそもこのバーナーパッドを通すことによって結構火力が落ちるんですよね。まあ、火力をあえて落とすようなものになると思いますので、あんまり熱しすぎても意味がないと思います。で、あとは次に考えられるのが、今真ん中がものすごく赤くなってるんですけども、周りへの熱、輻射熱がすごいです。こんな感じでそばに手を近づけただけでも結構これだけで暖を取れるんじゃないかっていうぐらいのあったかさです。で、今そこまで火を強めてなくて結構な弱火なんですけれども、この下とかですね、この手が近づいてる部分は結構あったかいですね。あったかいっていうよりもずっとこのそばに置いておくことを考えるとちょっと熱くなるんじゃないかと、そのぐらいの熱を感じます。ですのでこれ以上火を強めてしまうと、そもそもの輻射熱でこっちの CB 缶のこのガスボンベの方に結構熱がいってしまって危険になると思いますので、そこの辺も考慮されてこの最大火力で使用するなということだと思います。ですのでこの火力を上げすぎてしまうと、これ自体がものすごく熱を放って他のものですよね、このテーブルももちろんですし、この CB 缶に熱を与えすぎてしまってこの爆発事故とかにつながる可能性があると思います。で、あとこの書いてあるのは、この熱することによって熱が、今お話した通り輻射熱がすごいんですよ。それの影響でこの点火スイッチが壊れてしまう場合があるので、これも必ず弱火で使用してくださいというふうに書いてあります。で、あとは使用中それだけの熱を放つっていうことなので、かなり全体的に熱くなってきますので、直接手などで触らないでくださいと。ですのでこの赤くなっているところ以外のこっちの端の方とかもめちゃくちゃ熱いですので、冷ましてから触る、それが大切になってきます。で、それでは早速、まあ、具体的にどんぐらい違うのかっていうところを、今回はこちらのラージメスティンを用意したので、このラージメスティンだったら結構面が中が広いので、点で当たっているとこが一番ブクブク沸騰するっていう風になると思いますので、それの時とあとはバーナーパッドを乗せてどんな風に火加減が変わってくるのかっていうことを見ていきたいと思います。で、まずはバーナーパッドなしの状態でこのラージメスティンの方を加熱していきます。早速見ていただければわかると思うんですけども、ここの一番火が当たっている部分がメインで、この点でブクブクと泡が出てきてお湯が温まってるんだろうなっていうことが目で見てわかると思います。もう少し加熱していきます。はい、今お湯が沸騰したんですけれども、見ていただければわかると思うんですけど、ここの火が当たっているところだけが一番メインでボコボコとお湯が沸いているのがわかると思います。やっぱこれで見てわかる通り、岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーでも結構この火が出る部分はそんなに小さくはないかなと思うんですけども、それでもやっぱこんな感じで点で熱が伝わって沸騰しているのがわかると思います。で、次にこちらのバーナーパッドを乗せて、これがどういう風に変化するのかっていうことを見ていきます。はい、ということである程度お湯が沸いてきたんですけれども、ちょっとそこまで弱火になってしまうから全体的に沸騰するってことはないんですけれども、こんな感じで火が真ん中をぼーっと温めてるんですけども、ここだけじゃなくて他の周りのところも同じようにふつふつと沸騰してるのが見て取れるんじゃないかと思います。やっぱこうやって見ても分かる通り、
全体に火が均等に回っていることが分かりますね。はい、ということで今回はこちらのユニフレームのバーナーパッドの方を使用してご紹介してきたんですけれども、やっぱ使ってみると熱がすごいですね。で、結構高火力にしたとしてもこれ自体が炎を熱に変える役割を果たしていますので、この炎でブワーって炙った分、それが輻射熱として周りに遠赤外線ですかね、遠赤外線としてすごく周りに広がっていくようなあったかさを感じられるんですよ。ですのでこういうふうに手をこの辺に置いといたとしてもあったかいなっていうのを感じられるぐらいの熱量があります。ですのでこれを使用する際っていうのは高火力で調理をしたいとかっていう時には全く向かないと思います。ですのでお湯を沸かすだけとかっていうのであれば、これがなくて使うっていう方が沸きやすいと思います。まあ、小さいクッカーで少ない量の水とかであれば問題なく沸かすことはできると思うんですけれども、これを使って結構1リットル以上、さっきは500ミリを沸かそうとしてたんですけども、それなりの時間がかかったので、そういったことを頭の中に入れておく必要があると思います。で、あとはこれ自体がものすごい熱を放つので、この CB 缶への熱の影響っていうものを考えて注意してないと結構事故につながるんじゃないかなというふうにすごく強く感じました。で、今回は僕こちら岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーを使用していたんですけども、こちらに別で売っている遮熱板をつけて、でそれで今回はこちらの方を使用しました。で、それでもこっちの方はそんなに長い時間、今5分ぐらいの使用だったので、そこまで長くは使用しなかったので全然暖かくなるとかっていうことは全くなかったんですけれども、長時間使うっていうふうに考えると結構な熱量があると思います。で、あとはこの遮熱板があったからそこまで熱が伝わらなかったのかなっていうことも考えられますので、これ遮熱板なしでこちらのバーナーパッドだけ使うっていうふうに考えるとめちゃくちゃ危険だと思います。ですので、これ以外の例えばこんなような外の310を使用するっていう時であっても、こんな感じで遮熱板を乗せてからその後にこういう風に使用するっていう風にやらないと、ものすごくこれが、このバーナーパッドが熱を放つので、やっぱり危ないと思いますね。で、あとは OD 缶とかもあると思うんですけど、OD 缶だと真下に缶が来るような構造になっちゃうと思いますので、そうすると缶自体もこれの熱で直接温まっちゃうっていうのもありますし、これ以外ですよね、周りのテーブル自体もものすごく熱くなると思いますね。で、そんなに高火力を出さなかったら、そこまでテーブルが熱くて触れなくなるとか、変形するってことはないと思うんですけれども、そのぐらいの熱を感じるぐらい、これは熱くなるので、そこの辺は本当に一番注意した方がいいと思います。で、おすすめな人はどんな人かっていうと、もうとろ火を使いたいとかですよね、カレーをじっくりコトコト煮込んで、美味しい料理をキャンプで食べたいとか、で、あとはもう一度作ったものとかを冷めちゃうじゃないですか、キャンプ。特に冬とか外で食べてると、気温も低いし風も吹くと、あっという間に熱々で美味しかった料理が冷めてしまうことがあると思うんですけども、だからといってバーナーで熱しててもちょっとにゃん煮詰まりすぎてしまうとか、下の焦げ付きが気になるとかっていう場合は、このバーナーパッドを乗せて、で、それでこんな感じで乗せたりとかですね。こういう風に使用するっていう風にすれば、熱々のものを沸騰させずに保温しながら食べるっていう使い方ができると思いますので、それだったらありだと思います。僕買っちゃったんで、使うとすればそういう保温をするっていうような調理の方法でこれ使いたいと思いますね。もし気になる方がいましたら、概要欄にこちらのリンクと、あとは今回紹介させていただいたバーナーと、あとはこの遮熱板ですね。こちらの方も概要欄の方にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。